Shall we begin?2024年8月12日月曜日早朝4時半、現在ベンガル猫のレオは完全にワンちゃん化してます。中央公園までのお散歩はもはや一日も欠かせない日課です。それも朝夕2回も連れて行ってます。朝ハーネスとリードをつけて玄関を出るときはぐんぐん引っ張ります。レオはまるで散歩を待ちわびるワンちゃんみたいです。あくまでも私の中での猫のお散歩の定義ですが、飼い主の側面を飼い主のペースで歩くというお散歩の基本ができるようになりました。ちなみにレオは早いものでお散歩歴が8年になりました。さらに黒兄貴はお散歩歴10年です。しかしながら訓練すればどんな猫でもこのようにお散歩できるわけではありません。個体差があります。このようにお散歩できる猫は逆に稀で、普通の猫は大抵が訓練すらできません。私はここでレオを呼んだら戻ってくる訓練をしています。どんなに遠く離れてもレオね、呼べば必ず来ます。休憩ポイントに向かいます。休憩ポイントではレオに朝ごはんを与えます。朝ごはんを与えたら再びトレーニングを再開します。お散歩中にハーネスがもし外れても、猫が脱走しないのはこういうトレーニングをしているからです。たとえハーネスからすり抜けたとしても、この訓練により猫自身が脱走するという発想がなくなり、呼べばちゃんと戻ってくるようになります。では
レオ。どうですか？レオはちゃんと戻ってくるでしょう。昔、猫は自由で犬みたいなしつけはできないと言われてました。レオ。レオ。猫にお散歩をさせるのは猫にとってストレスだと批判される方がいます。お散歩ができない猫はストレスかもしれませんから、一概には間違いではありません。しかし、すべてが当てはまるわけではありませんよね。これはレオのお気に入りの滑り台です。今日も暑くなりそうです。